皆さんお疲れ様です。スターライトと申します。まあ、今回なんですけれども、昇級試験の、結果がですね、まあ、届いておりますので、はい、それをまあ見ていこうっていうやつなんですけども、まあ、自分の方はそうですね、今回は370位ということで、まあ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 普通ですかね。まあまあのところなんですけれども、一応は連勝回数が144というところで、まあこれが周回の回数のまあイコールって感じですかね。そうなんですね。まあ、まあ負けずになんとか、いけたかなというところですね。まあ媒介区はまああの期間限定の媒介区、だけ一応使って、通常の媒介区はまあ一応温存しておるというところの状況ですね。でまあちょっと人気じゃない、順位の方を、ちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、そうですね、この1位ですね。はい、プチギリですね。はい、シナさん、おめでとうございます。お疲れ様でした。まあザックさんがね、はい、まあ、ツイッターでもおっしゃってたんですけど、まあ、今回はちょっとねっていうところで、シーナさんが、1位に輝いておるというところで、はい、おめでとうございます。もうぶっちぎりですよね、これ。はい、戦勝ですもんね。もう、寄せつけてないですよね。はい。2位の方もずっと、そうですね、上位にいらっしゃる方ですよね。お疲れ様です。無限さん、お疲れ様です。レイラさん、お疲れ様です。バルカーさんもですね、お疲れ様です。まあ、というわけで、まあ、ざっとざっと、はい、あるんですけれども、まあ、今回はざっと見ていく中では、まあ、そこまでちょっと自分の、まあ、フォローいただいているとか、あ、エイリさんですね、お疲れ様です。とか、フレンドの方とか、ちょっと少なめやったんかなというような、まあ、感じですかね。うん、あ、ソギさんお疲れ様です。そうですね。なぐらいですかね、ちょっとパッとしか見てないんで、あれなんですけど、はい。まあ、1位ですね。本当おめでとうございます。はい。まあ、というわけで、自分の、まあ、編成の方をですね、ちょっと今回は振り返っていこうかなと思うんですけども、まあ、前回の動画でもちょっと触れてるんですけど、自分はですね、これで行っておりました。はい。まあまあまあ、何回か言ってると思うんですけど、まあ、この桜を、まあ、初めて入れたというところで、まあ、スキルが、まあ、体術スキルなんで、まあ、結構、体術が効く、キャラとか、まあ、特殊状態とか、体術だけとか、まあ、木遁が効くとか、まあ、そんなの、兼ねがあるんで、結構体術っていう意味では、いいかなっていうところと、あとは、そうですね、行動を無駄に、するんで、何回行動するまで耐性無視の、ダメージが通らない相手とか、まあ、そういったところではかなり有効ですよね。やったと思います。あとは、スキル中打てば、ナルトサスケが 1000% 素早さがアップするというところで、これもかなり、強いところで、まあ、このナルトが、まあ、メツマダラが出てきた時ですね、もう完全に停止してしまうんですけれども、まあ、その 1000% アップさせることで、動けるっていうところがね、かなり、良かったかなと思います。まあ、その後、スキル中打っても、スキル打っても、何ができるんで、結構その素早さ上げるというところでは良、かったかなと思います。まあそういった意味では同じこと言えるんですけども、サスケも、かなり速いスピードで動けるんで、まあまあガンガン、スキル値が、通る相手に対しては結構、速い、まあ倒せるというか早く処理できるかなと、思います。で、まあ最後なんですけど、この止水ですよね。もう、この子なくしては、その連勝はできてなかったかなというぐらい、やはり狂乱が強力でしたね。まあまあ、またしばらくはこの止水が、止水がいいか止水に助けられていくんかなというような印象ですね。また今回の昇級試験で、まあ、抱いたわけなんですけど、やはり、狂乱強いかなと思いますね。まあ狂乱入る入らないでかなり戦況が変わってくるんで、まあこれはちょっと今後も外せないかなというところですね。はい。まあという感じで、はい、自分はこれで回っておったんですけれども、まあ前回の動画でちょっと、触れてるんで、そこまでの説明は不要かなと思うんですけれども、まあこんな感じで言っておりました。はい。でですね、今そしてこの忍び連合ですよね。本ちゃんが来ております。はい。まあ自分もね、ぼちぼちやろうかなと思ってるんですけども、まあ、これを行くには、意思を割らないといけないっていうところが、まああるんで、まあ、一応まあ、意思の方が結構溜まってるんで、まあ割りながら、やっていくっていう形なんですけど、まあ交換書とか、報酬とかでも意思は、十分もらえるんで、それで、まあこれが意思30個一応もらえるんで、上限が。
まあまあまあ攻めていけるかなと思うところではあるんですけれども、まあ、一周割ると結構やっぱ抵抗が、まあ、自分の中ではあるんですけど、まあ、ラーメンずっと使ってる、身としては、うん、どうですかね、もう結構一周割るの結構抵抗あるっすね僕は、うん、まあしゃあないんですけどね、まあ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 、うん、報酬とかでもらえるんでそこは計算しながらやっていくような感じになるんですけど、うん、まあ順位とですね、うん、あの見比べてっていうような感じになるかなと思います。はい、そしてガチャが、今ね、来ておるわけなんですけれども、まあ、まあ、この層のジュライアはね、もうちょっといいかなと、まあそれ当たるに越したことないんですけど、まあそこまでも追えないかなというような感じですね。でこっちも、まあそうですね、サソリが15回、まで耐えるでしたっけ、なんかあれですよねちゃんと、読めよって話なんですけど、この子が、アビリティで15回まで対戦無視含む全スキル無効というところであるんですけど、あれですよね、攻撃対象になった場合1回行動を無駄にしてしまうというところがあって、まあ、要は攻撃食らうと自分が行動できないっていうような自分の解釈なんですけど、そういうところで合ってますかねはい、まあおそらくそういうことなんですよね。となると初級試験でっていう話になると、攻撃されると自分の行動が無駄っていうことは攻撃に何も動けないってことですよね、がずっと繰り返されると。そして加えてその素早さが164というところで基礎値がかなり低いかなと、まあ、任務とかでなんとかなる部分はあるんかもしれないんですけど、自分の編成の素早さでいうと勝てる気しかしないんですけど、どうなんですかね。まあ何回かずっと15回っていうところが面倒なんですけど、まあ普通にスキル打ってたら、まあ無駄無駄無駄というところで、最後はまあ16回目に効くと、そして落ちるというような感じなのかなと思うんですけども、合ってますかねそれはい、まあそんな感じですよね多分。はい、まあということで、まあ、出てこられたら結構ねめんどくさい、まあ怖くはないんですけどめんどくさいですよね、っていう感じでいいかなと思います。はい、というわけでこっちがですね、またねこれ止水持ってない方、これまた止水が入ったんですよね、運営さんもこれ入れてきますよねまあ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 ってとこなんですけど、まあこのねラインナップ見てもね、まあ欲しいといえばそれ欲しいんですけど、まあそこまで、まあ石を割ってというか使って回すほどでもないんかなと自分個人的には思うんですけど、まあちょっとここは我慢しようかなと、思っております。まあというわけで、今回はですね、初級試験振り返って見たやつと、まあ、忍び連合ですね、まあまあちらっと、見たんですけど、まあそんな感じでちょっと頑張っていこうかなというところで、今回の動画はここで締めさせていただきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。